天才活版病とは、サーカスペラビチカラという心筋による天才の病害。世界中の天才栽培地帯で、生育期の早い傭兵に常発する重要病害である。北海道の天才栽培では7月から8月に多発する。多発すると、熱中等分が大きく減少する。天才活版病の病状天才活版病の発生した補助天災の連作法や、 被害形容をすき込んだ補助で多発する。初発は7月中旬から下旬で、8月の高温多湿条件で発病が促進される。最初、歯に直径数ミリメートル、円形、中心部が泡褐色、周囲が脳褐色の病犯が発生する。その後、歯全面に広がり、多発すると歯は腰しし、傭兵にも病犯が現れる。湿度が高い場合は、 病犯状に胞子が形成され開白色の粉状になる。発病が激しく、故死する葉が多いときは、生育後期に、新葉が再生するため、根への糖分貯蔵量が減少し、根中糖分が著しく減少する。病原菌のサーカスペラビチカラは、キ脳モンのうち黒いぼたけずカプノジウム木、タマカビカに属する。通常は、無償世代の実が出現する。 いわゆる不完全菌であるが、優生世代として、コタマカビ属マイコスフォレラによく似た菌を生じることがある。宿主範囲は赤坂の海。天才への伝染経路は以下の通り。越冬は、微病種子及び微病形容により、これが一時伝染源となる。一時伝染源からの胞子の飛散により、歯に感染する。その後、病犯状に形成された。 分生種の悲惨により二次伝染する。農薬による防除には、柿薬剤の軽用散布が用いられる。公私的防除法としては、抵抗性品種の作付け、被害軽用のすき込みを避けることなどである。ありがとうございます。